超ミニタケスカートに編みタイツ、すごい格好、三島ひかり38歳、普遍美貌とト、なし隊員クラス、主演俳優もうなる演技力の無双。日本でも社会現象を巻き起こした韓流ドラマ、なしイ員クラス、で主演を務めた俳優のパクソジュン、35が9月3日放送のザタイム、TBSK に VTR 出演。日本人俳優の三島ひかり、 38を絶賛し、話題を呼んでいる。パクソジュンは海外のファンについて、海外でこんなに好きになってくださる方がいるのが本当に驚きで、感謝の気持ちでいっぱいです。と感謝を述べ、日本のドラマは見るかという問いには、代表的な日本のドラマは見ているんですけれども、と回答。その上で、ファーストラブ初恋、ネットフリックスを見て、三島ひかりさん。 彼女の演技がとても上手でとても気になりました。と同作で主演を務めた三島の演技を絶賛した。パクソジュンさんも絶賛するなど、ファーストラブ初恋は大好評でしたが、三島さん主演の新作映画、ラストマイルも絶好調。このままの勢いが続けば、数字の面では2024年を代表する邦画になると見られています。女性誌編集者。 8月23日より公開されているラストマイルは TBSK のドラマアンナチュラル2018年 MIU4042020 年の塚原あゆ子監督と野木あき子脚本がタッグを組んだ作品アンナチュラルと MIU404 の世界線上で描かれたシェアードユニバースムービーで大手ショッピングサイトから配送された荷物が爆発する事件が起こり 連続爆破事件へと発展していくというノンストップサスペンスエンターテインメント。主演を三島が相手役を岡田将生、35が務めている。9月1日までの公開10日間で観客動員数152万人を超え、興行収入21.5億円を突破する快進撃を続けていますし、映画レビューサイトでも高評価。 三島さんの演技にも多くの絶賛の声が寄せられていますね。全道 X、旧ツイッター、には。三島光の演技にめちゃくちゃ引き込まれた。見に行ってよかった。ラストマイル三島光がアメリカ帰りっぽい演技でよかったちゃんとしたエンタメ邦画をゴジラ、マイナスワン以来に噛んだ気がする。アンナチュラルと MIU404 の世界もしっかり出てきたけど。 そもそも映画の脚本が素晴らしかった、三島ひかりさんの演技も素晴らしかった。などの意見が多数寄せられている。三島さんは本業のドラマや映画が絶好調。もともとは歌手出身で歌もうまく、FNS 歌謡祭、フジテレビ系、などで歌声を披露することもあります。加えて UQ モバイルをはじめ、CM にも引っ張りだこですし。 ファッション誌の表紙を飾ることもあって、男女問わず高く支持されていますよね。ワイドショー関係者、9月3日、三島は自身のインスタグラムを更新。ファッション誌、大人 MUSE、大人ミューズ、10月号宝島社のカバーガールを担当しており、紙面でぜひ、というコメントとともに撮影カットを3枚アップ。万島は、 小島さんのスタイリングいつも素敵だけどよく考えたらすごい格好してる。とも綴り、へそ出しロング T シャツ、白い蝶ミニ丈のスカート、黄色い網タイツを着用して美脚を披露したカット、太ももをあらわにしたレオタード風の全身ブラックコーデ、もこもこのピンク色のコートを抱えた白い短パンコーデを披露した。足が長くて、アラフォーになってもスレンダーなスタイルは全く変わらず。 本当に素晴らしいプロポーションですよね。三島さんはインスタも頻繁に更新。気さくな表情も見せてくれ、多くのフォロワーを喜ばせてくれています。また、たまに出演するバラエティ番組も本気で楽しんでいることが伺えて、お茶の間からの好感度も抜群に高いですよね。全道満島は、ザ細かすぎて伝わらないモノマネ、フジテレビ系が好き。 だと公言しており、2023年7月の特番に続き、今年6月22日放送の同番組にも出演。ダンス歴25年のケビン44による、本来の霊霊の使い方を知らない三浦大地シリーズ、椅子傘防止の使い方を知らない三浦大地というネタに、かつて三浦と同じグループに所属していた三島も大爆笑。素晴らしい。 嬉しかったです。三浦大地が見られて、やっぱり大地は傘の使い方、わからないんですね。笑い。伝えておきます。絶対、と喜びをにじませていた。